どうも、こんにちはあ。はい、初めまして。どうも、CBC の大石と申します、はい。よろしくお願いいたします。お願いします。奈良県に住む木村さん、三十七歳。おととし八月。二回目の新型コロナワクチンを接種してから。一年以上にわたり、体調不良に苦しんだ。いわゆる、後遺症患者の一人です。心臓おかしいし、息は。そう、上がっちゃってるから。もう。 呼吸ができなくなるか心臓が止まるかどちらかかなっていうような私ももう死ぬなっていうのは覚悟できたので死を意識するほどの倦怠感や胸の痛みに襲われた木村さん病院で胃炎や気管支喘息、逆流性食道炎など複数の疾患が出ていると診断されましたがなぜ一度にこんな症状が出たのか原因はわかりませんでした もう電車にも乗れないですし駅にも行けないしでお客様先に行ってももう動けないし荷物も持てないから休んじゃったんですねもうでそれを会社に言うにもワクチンのせいだと言っても信じてもらえないというような機会がありましたその後医師から処方された薬を飲み今は症状がなくなった木村さん薬や療養の仕方など情報交換の必要を感じたため 一昨年十二月に SNS を通じて知り合った患者同士で患者会を立ち上げました。今では北海道から九州まで三百三十人が参加しています。今は具体的にどんな活動をしているんですか。はい、予防接種健康被害救済制度っていうのを皆さんがあのハードルが高い高くて申請できないので、そういったところのサポートですね。木村さんが指摘するのは。 医療費が支給される国の救済制度への申請が大変なこと。カルテや治療費の領収書など、膨大な資料を自分で用意しなければならず、人によっては数万円の費用もかかります。患者会のメンバー330人でも救済申請したのは1割ほどしかいません。複雑であることと申請。 の書類にお金がかかることとあと認定まですごい時間かかる、この3つだけでで諦めてしまうんですよね木村さんは申請方法を PDF でまとめたり申請費用についても患者会に集まる寄付で全額支援するなど一件でも多く国への救済申請を増やそうと取り組んでいます。 救済してほしいんだったら、今ある制度の方に申請しないと、まずもう救済の枠に当てはまらなくなっちゃうから、この世の中も変わらないし、申請の件数も上がらないから、国は重要視しないし、そういったところにちょっと重点的にサポートしているような活動になっていますこの日、患者会のメンバーと訪れたのは、奈良県庁の会議室。 この救済制度への迅速な申請のため下記項目の実現を請願いたします県のワクチン接種推進室の担当者に対し救済申請の簡素化を求めましたとりわけ今は医療機関自体がワクチンの副反応を否定しカルテの開示に応じないケースもあるということで救済制度の周知徹底も訴えました同席したこの女性は 去年1月にも取材したワクチン接種後に舌が真っ白になり全身の倦怠感に悩まされていた少女の母親です。取材した時から1年余りが経ち今は中学生。 症状も少しずつ改善していますが完全には治っていないと言います学校に行ける日と行けない日を繰り返すっていう日々ですね一年半ぐらいになるんですけどそれでもやっぱり元の体ではなくて、はい、ようやく国への救済申請の準備をする余裕も出てきましたが手続きの大変さを実感しています これでも一つの病院でこれなんで。こ、あ、これ一つの医療機関ですか。患者会についても、大きな期待を寄せています。一人で悩んでる方が、やはりどこか、ちょっと情報って取る場所っていうのがあるのとないのは。全然違いますので、その組織がちゃんとできていて、皆さんの声がそこにちゃんと届くようになって。問題点をちゃんと洗い出すようにして。 まあ治療法が確立したりとか、あのフォロー体制が作られていくことがものすごく大事なことだと思います。一方、請願を受けた奈良県のワクチン接種推進室は。今回の陳情を受けて、はい、奈良県として。どんな課題が見つかりましたかね。病院に行っても、やはり、えっ、ー、と、見てくれるところがないといった。 ごご意見がございますしっかりと医療機関の中で困っている方がいた場合に放置しないしっかりと次の診療科につなげていただきたいということはわれわれからもお伝えをしておりましたけれどもそこをさらに改善していくということかなと思いますそして今回、患者会と県の橋渡しをしたのが与党・自民党の県会議員、上村義文氏でした。議会でもワクチン副反応について取り上げるなど ワクチン接種を推進する自民党の議員としては異色の存在ですが推進するからこそ接種後の体調不良の問題と積極的に向き合う必要があると話します。 これ、国の政策として、そして自治体として協力していただいたわけですよ、感染拡大防止のためにワクチンを積極的に打っていただきたいと、しかしそれを打った中で、ですねやはり一定数の方々が、こういうふうに副反応で長く苦しんでおられる方々もいらっしゃるということが分かったら、それは我々の責任として、ですねやはりこの救済できるようにですねあの手立てをしていかなければいけない。 だけど、こうしたことにね、ええ、あの耳を傾けてくれる議員の方とか。はいはい、あの、私の体感では、少ないのかなっていうふうな気はするんですが、はい、その辺いかがですか。いや、あの、あのおじさんおっしゃる通りで、私も、やはり、少ないと思います。な,なぜですか。やはり。あまり。そのことに。 なななんとくく触れたくないワクチンにおけるその副反応いわゆる後遺症の方々があるとか言ったらこれはもうそのあ彼は反惑なのかというような、はい、よく言われるねそうなのかというようなあのレッテルを貼られてしまうというのがやはりそれぞれの政治活動においてです、ね、あのマイナス点になるというふうに感じられる方もいらっしゃるんやろうなというふうに思います。 患者会を立ち上げた木村さん。今後は全国組織として会員がいるそれぞれの県でも。行政への訴えを行っていきたいと話します。過去の薬害なんかはもう患者さんが頑張って動いて。もう最悪の裁判とか起こされている方々もたくさんいらっしゃって。その方が勝ち取ったものだったので。あ今回は私たちがその立場なのかなっていうのは覚悟して。 治療と経済的な救済っていうところです、ね、をあの患者の方々に対してちゃんとしてほしいというのを国に訴えていきたい。